今回はフェアリーテイルのあのキャラを解説していくぜ。よろしく頼むわ。進め若者よ、野風のごとく。あなた方の燃えるような血と汗と涙は日傘のように美しい。恐れるなかれ若者よ、進めばそこが道となる。ということで今回解説するのはフェアリーテイルの登場人物、メイビス・バーミリオンだぜ。フェアリーテイルの初代マスターね。ということで解説していくぜ。メイビス・バーミリオン、フェアリーテイルの登場人物でフェアリーテイルの初代マスターだぜ。つまり、彼女がフェアリーテイルの創設者ということになるぜ。天真爛漫で明るい性格であり、世界を冒険することを夢見ていたぜ。また、本を読むのが好きらしく、かなり博識だぜ。本編開始時はすでに孤人であり、天狼島の頂上で眠っているとされてるぜ。見た目によらずかなり博識みたいなのよね。死んでもなお意志を持っており、天狼島編以降は死年体として登場してたぜ。基本的に天真爛漫で自由な性格で、大魔党演武も感染してたぜ。ちなみにメイビスの死年体はフェアリーテイルの紋章を刻んだものにしか見えないという特殊仕様になってるぜ。また、フェアリーテイルのメンバーではないジェラールの参加を認めており、かなり自由人だぜ。かつて妖精軍師と呼ばれただけあってか、勝利にも貪欲で勝つことにこだわってる描写も多いぜ。メイビスって純粋な子供って感じがするわね。意外と繊細な一面もあり、プレヒトの裏切りを知った時はかなりショックを受けており、泣きじゃくってたぜ。ただ、この後話すがメイビスの過去を鑑みるとプレヒトの裏切りがショックなのは当然だと思うぜ。メイビスとプレヒトはギルドメンバー以前にかつて苦楽を共にした友達であり、自分が信頼してた友達に裏切られるのはショックだっただろうぜ。意外と泣き虫よね。ただ、フェアリーテイルの初代マスターを務めただけあってカリスマ性は本物で仲間を導く力や器の大きさを持った人物でもあるぜ。時折若者を導くようなセリフを口にすることもあり、マスターとしての貫禄を見せることもあるぜ。まあ、根は冒険を求めるロマンチストなので基本的には純粋で子供っぽい性格だがな。メイビスは妖精みたいなキャラよね。天狼島編でカナにフェアリーグリッターを貸し与えたのもメイビスだぜ。アクノロギアの砲撃からギルドメンバーを守ったのも彼女でフェアリースフィアで保護してたぜ。だが、封印解除に7年もかかってしまったぜ。去年は24歳なんだが、その割に見た目が幼く、せいぜい10代前半ぐらいにしか見えないぜ。これには理由があり、過去に未完成の黒魔法を使ったせいで成長が止まってしまったからだぜ。過去に何があったの？彼女の過去は外伝のフェアリーテイルゼロで語られてるぜ。この話は本編に直接つながるかなり重要な話だからか、アニメ化もされており、タルタロス編の後に放送されたぜ。幼い頃は天狼島を拠点とする魔導士ギルド、レッドリザードに所属してたぜ。自分を残して死んだ両親がギルドに借金をしていたため、その返済を義務付けられ雑用として酷使されており、かなり過酷な幼少期を送ってたぜ。それでも性格がひん曲がることはなかったのね。泣いてたら妖精に会えないという考えから気丈に前向きに生きてたぜ。レッドリザードのマスターの一人娘のゼイラにもいじめられていたぜ。だが、679年、当時6歳に天狼島は対立相手のブルースカルの襲撃により壊滅したぜ。これにより、生き延びたのはメイビスと助け出したゼイラのみだったぜ。以降は親友となったゼイラと二人で生活し、お互いを支え合うようになったぜ。ゼイラはメイビスにとってたった一人の親友だったことが伺えるわね。7年後の686年に天狼島にやってきたユーリ、プレヒト、ウォーロットとの出会いにより島の宝である天狼玉が7年前にブルースカルに盗まれていたことを知るぜ。そして、天狼玉を奪還すべく、ゼイラやユーリたちと共に天狼島から旅立つことになったぜ。ちなみにこの時から少しだけ魔法が使えており、幻魔法が得意だったぜ。ユーリたちといろいろな場所を冒険することになり、やがて因縁の相手であるブルースカルとぶつかるぜ。ユーリ、プレヒト、ウォーロットは後のフェアリーテイル創設メンバーね。だが、ブルースカルマスターのジョフリーにはかなわず、マグノリアから敗走を余儀なくされるぜ。その後に黒魔導士ゼレフと出会い、彼から魔法を教わり、力をつけていったぜ。天狼玉とはその昔、邪悪な力を吸収しすぎて手に負えなくなったため天狼島に封印されたものであり、物理的に手にした人間はたちまちその力に取り込まれてしまうという魔石だったぜ。天狼玉はめちゃくちゃ危険な代物だったのね。それを知らずに手にしたユーリは天狼玉に取り込まれ、大聖堂に飾られていた青い骨の竜の像と融合して暴走し、マグノリアの街を破壊し始めてしまうぜ。ブルースカルの支配下にあったマグノリアを解放することに成功したが、その際使った魔法、牢の後遺症で不老になってしまうぜ。天狼玉も今回の事件で砕けて消え去り、ユーリも解放されたぜ。だがこの後、ゼイラの衝撃の事実が明かされるぜ。え？ゼイラに何か秘密があったの？
実は本物のゼイラはすでに死亡しており、今いるゼイラはメイビスが無意識によって作り出された幻だったぜ。それゆえにユーリたちはゼイラを認識しておらず、認識してるのはメイビスのみだったぜ。伏線は存在しており、ゼイラはメイビスとしか会話してなかったぜ。メイビスには前を向いて進んでほしいという彼らの思いと、お別れじゃなくメイビスの中に帰るというゼイラの言葉により、彼女は全てを受け入れる決意をするぜ。今まで一緒にいたゼイラが幻だったなんて、無意識によって作り出された幻なのでメイビスが幻だと認識すればゼイラは完全に消えてしまうぜ。また、メイビスが無意識にゼイラを作り出したことでメイビスの体に負担がかかってたらしく、メイビスがこれからを生きるためには幻のゼイラと別れなければならなかったぜ。そして、メイビスがゼイラとの別れを決意したとき、ユーリ、プレヒト、ウォーロットもゼイラの存在を認識し、ゼイラは彼らにメイビスを託して消滅したぜ。ウェンディのケットシェルターでの別れみたいね。ちなみにフェアリーテイルゼロというタイトルにも仕掛けがあり、話が進むごとにゼロのパイの部分が A になるようになっており、ゼイラ、ゼイラと読むことができるぜ。ゼイラと別れた後はマグノリアにフェアリーテイルを創設し、念願の冒険を始めるために邁進してたぜ。だが、メイビスたちの前に待ってたのはギルド間での戦争だったぜ。当時は領主同士の通商権争いが激しく、それによって起こった戦争だったぜ。時代が悪かったのね。メイビスはその卓越した頭脳によって軍師として名を挙げることとなり、690年に通商戦争は終結したぜ。だが、第二次通商戦争は魔導士ギルドが介入したことで激化し、一次戦争の数10倍の死者が出てしまったぜ。魔法界はこの事実を重く受け止めたようでギルド間抗争禁止条約が締結されたぜ。696年に偶然、メイビスはゼレフと再会したぜ。この時、メイビスはアンクセラムの呪いにかかってることをゼレフに突きつけられたぜ。メイビスはショックだったでしょうね。マカロフ誕生直後に母のリタを呪いによって死なせてしまった罪の意識からギルドを飛び出し、死ねない体で1年間人里離れた地をさまよっていたぜ。見たび再会したゼレフと同じ宿業を背負った者同士共感するも、その際彼に抱いた愛情により仮死状態になってしまい、その身柄は秘密裏にプレヒトに引き渡されたぜ。その後、プレヒトはメイビスの蘇生に心血を注いだが、何一つ効果がなかったぜ。仮死状態ってことは死んでないってこと？そうだぜ。そしてメイビス蘇生の過程で永久魔法、フェアリーハートを生み出してしまったぜ。つまり、メイビスは死んでおらず、天狼島の墓は空っぽだぜ。本体である体はフェアリーテイル本部の地下深くに封じられていたんだぜ。フェアリーハートという正式名称は秘匿され、ルーメン・イストワールと呼ばれ、フェアリーテイルのマスターにしか知る権限がなかったぜ。ルーメン・イストワールはフェアリーテイルの光とも評されてたわね。メイビスは大魔党演武終了後、ゼレフと対峙するぜ。かつてはお互い愛し合ってた二人だが、目的の違いで本格的に対立するぜ。ゼレフは人類とアクノロギアの殲滅を決意し、メイビスはゼレフの野望を阻止することを宣言したぜ。正直、メイビスとゼレフが宣戦布告するシーンは結構好き。ここからは彼女の主な対人関係について話していくぜ。よろしく頼むわ。ゼレフとは相思相愛の仲だったぜ。ゼレフが人類殲滅を決意してしまったのはメイビスが死んでしまったのが大きいと思われるぜ。また、メイビスもゼレフのことを深く愛していたようでゼレフを救えなかったことをずっと悔やんでる様子を見せてたぜ。ゼレフとメイビスの関係は前々から読者から光と闇で両極端で因縁がありそうと考察されてたが、予想以上のものを出してきたので困惑した読者もそれなりにいたぜ。劇中で愛は人を強くも弱くもするって言ってたけど、ゼレフとメイビスの関係がまさにそれよね。ユーリとはフェアリーテイルの初期メンバーの中で最も関係が対等の友達だったぜ。ユーリはかつてメイビスに救われたことから、メイビスを守ることを使命としてる節があるぜ。メイビスはフェアリーテイルの初期メンバーの中でも特にユーリと話してる描写が多く、特別信頼してたことが伺えるな。ちなみに妻のリタの死の真相を知ることなくユーリは他界してるぜ。確かにメイビスとユーリはかなり仲が良さそうね。プレヒトは初期メンバーの中で最も打ち解けるのが遅かったぜ。だが、話が進むごとに次第に友達として仲良くなっていってたぜ。プレヒトのことは信頼してたようで彼をフェアリーテイルの2代目マスターに指名したのは他でもないメイビスだぜ。それゆえにプレヒトが裏切り、こともあろうかギルドを襲ったことは相当ショックだったことが伺えるぜ。プレヒトは後々の展開を考えると先般すぎてやばい。ウォーロットとも初期メンバーだっただけあって仲がいいぜ。ただ、プレヒト、ユーリと違ってメイビスと衝突した描写が少ないのでメイビスとの関係が印象に残りにくいな。ただ、ウォーロットはメイビスの笑顔が何よりも好きだったらしく、死にかけた時は最後にメイビスの笑顔が見たかったと独白してたぜ。ウォーロットは劇中での扱いもやや不遇気味よね。
マカロフとは良好な関係でたびたび会話してる描写が見られるぜ。また、マカロフの名付け親はメイビスであり、メイビス曰く、マカロフは昔本で読んだ優しい王様の名前とのことだぜ。歳はメイビスの方が上なのに見た目のせいでマカロフの方が上に見えるわね。ラクサスのことはかつての友人のユーリと重ねてるようで気に入ってる描写が見られるぜ。ユーリはラクサスの曽祖父にあたるぜ。ラクサスとユーリは見た目が似てる上に使う魔法も同じなのでメイビスはラクサスを見てユーリを思い出してたんだろうな。ユーリとラクサスは声優も同じだしね。後にメイビスはゼレフとの間に子供がいることが明かされており、それがオーガストだぜ。つまり、メイビスは実質的に夏の義士ということになるぜ。メイビスの主な対人関係はこんな感じかしらね。ここからは彼女の能力を解説していくぜ。よろしく頼むわ。彼女はフェアリーテイルのマスターを務めるだけあって非常に高い戦闘力を有してるぜ。非常に博識で頭が良く、魔法の知識も極めて豊富で、仲間を力強い言葉で導くこともあるぜ。彼女の戦略眼は相当なものであることが描かれており、相手の魔法、心理状況を計算に入れて動きを予測しており、未来を縮めてるな。必要な情報が揃っていればほぼ百発百中で相手の動きを当ててみせてるぜ。でも裏を返せば情報が足りてないと正確な計算ができないのよね。そういうことだな。情報がちゃんと足りてればメイビスの読みは正確だが、少しでも情報が不足してると普通に読みが外れるぜ。それに基本的には子供っぽい性格の上、彼女の戦闘における計算が外れることがかなり多いので一部の読者からはポンコツ扱いされてるぜ。劇中では彼女の作戦の穴を突かれることがかなり多く、読者から戦略眼が評価されることはあんまりないな。メイビスの作戦はやたら持ち上げられてる割に有効に働いた描写があんまりないから作中の人物と読者とでは認識のズレが生じてるわよね。また、アルバレス帝国との戦いではフェアリーテイルのメンバーだけで対処しようとして他のギルドの助力を渋るなど考えが甘い面もあるぜ。これに関してはラクサスにもそんな綺麗事は通用しないと苦言を呈されてるぜ。とはいえ、作戦指揮を担当することが多い上に仲間を鼓舞する描写も多いぜ。彼女は幻魔法を得意としており、あのアイリーンすらも騙してるぜ。アイリーンを騙してたのはすごいわね。妖精三大魔法であるフェアリーロー、フェアリーグリッター、フェアリースフィアを作ったのは彼女だと思われるぜ。そしてメイビスは妖精三大魔法すべてを使えるぜ。本編ではフェアリースフィアを使用しており、アクノロギアの攻撃にも耐えていたぜ。かなにフェアリーグリッターを貸し与えており、実際に使えるようだな。また、外伝ではフェアリーローの原型である黒魔法のローを使ってるぜ。メイビスの能力の解説は終わりかしらね。ここからは彼女の結末を話していくぜ。よろしく頼むわ。ゼレフ率いるアルバレス帝国との戦争で、カナに頼みフェアリーグリッターでラクリマを破壊してもらい数十年ぶりに肉体に戻るぜ。その後はインベルの魔法に捕まり、アイリーンによってフェアリーハートを取られそうになるぜ。だが、グレイがインベルを倒したことで魔法が解け、幻魔法を利用してアイリーンから逃亡したぜ。その後はグレイ、ルーシーと合流し、二人にゼレフから奪い取った END の書を渡したぜ。その後はゼレフのところに行くのよね。ゼレフのところにやってきて彼を止めようとするが、彼にフェアリーハートを取られてしまい、ゼレフを覚醒させてしまうぜ。当たり前ですよ。ここはフェアリーテイルの中なんですから。最終的に夏がゼレフを倒すことに成功し、夏はメイビスに後を任せたぜ。そして、メイビスはゼレフと和解し、彼と共に光の勇士となり消滅したぜ。長きにわたる呪いから解放され、死を迎えることができたぜ。最終話ではメイビスによく似たミオ、ゼレフによく似たアリオスが登場してたぜ。100年クエストではベータヘブンと呼ばれる天国のような仮想世界でゼレフ、オーガスト、ラーケードと共に登場してたぜ。これでメイビスの解説は終わりね。総括すると彼女は冒険を求めるロマンチストと言えるぜ。子供っぽい性格ではあるが、カリスマ性あふれるマスターでもあるぜ。そうね。ということでメイビスバーミリオンの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。